ベロ細胞の位相差顕微鏡写真ベロ細胞はアフリカミドリザルの腎臓上皮細胞に由来する細胞培養に使われる細胞株である。ヘラ細胞と並んで最もよく使われている細胞株の一つである。ベロ細胞株は1962年5月27日に千葉大学医学部細菌学教室の安村吉弘によって健康な生態のアフリカミドリザルの 腎臓上皮細胞から分離、樹立された。彼は細胞株にエスペラント語で緑色の腎臓を意味するベルダレノを略して同時にエスペラント語で真理を意味する単語でもあるベーロ、ベーロと名付けた。この細胞株は1964年6月15日に清水文7によって93世代目のものがアメリカ国立アレルギー感染症研究所の 熱帯ウイルス学研究所にもたらされた。その後、研究者たちの手によって、世界各地の研究機関に分与され、広く使われるようになった。ベロ細胞株は、アメリカ細胞銀行に付託され、CCL81 という番号が付けられている。ベロ細胞は、以下のような用途で使われている。ベロ細胞は、不死化細胞であり、何世代にもわたって、経内、しかし、 がん細胞化しているわけではなく、実験やワクチン製造に使われる世代では、ヌードマウスへの使用形性能を持たない。そのため、ベロ細胞は、様々なウイルスのワクチン製造に使うことができる。フランスのメルー研究所は1980年代から、ベロ細胞を用いて不活化ポリオウイルスワクチンなどを製造している。このか狂犬病ワクチン製造や、 世界的パンデミックを引き起こした SARS コロナウイルス2の分析にも使われている。ベロ細胞はインターフェロンを作らないため、様々なウイルスを感染させることができる。ベロ細胞の多くは異数体であり、正常な細胞が60本の染色体を持つのに、対し58本しか染色体を持たない。ベロ細胞がインターフェロン酸性能力を失っているのは、 インターフェロン遺伝子を含む染色体が結出しているためと考えられている。日本の研究者らによって、ベロ細胞の全ゲノム配列が2014年に決定された。その報告によると、従来58本と記載されている核型はむしろ59本が典型的であり、また、12番染色体で約9メガ塩基体の結出があるためウイルス、増殖阻害に働く相型インターフェロンの 遺伝子クラスターや細胞周期の制御に、重要なサイクリニゾン性キナーゼ阻害因子に A、B 遺伝子が、ベロ細胞ゲノムから失われている。ベロ細胞が樹立された時代では、アフリカミドリサルの生物種は、セルカピシーカスイーサイップスとされていたが、その後、セルカピシーカス属から、クローレシバス属に分離されて、数種の生物種を含むようになった。2014年時点の分類法において、 ベロ細胞は、クローレシバスサベエアスに由来すること、さらには、メスの動物個体に由来していることもゲノム解析の結果明らかになった。花田健太郎、ベロ細胞の物語、ニード国立感染症研究所、2020年10月27日閲覧、ありがとうございます。